巨人の星、星さん。昔は巨人アズナンバーワンだったらしい。のも以前は誰も大リーグで活躍できるジパング選手はいないという大リーグが上位互換だった時代のスポコン漫画。今の時代の人族には馴染みはないけど昔は野球中継が入っていることであと枠の映画とかアニメが短縮されたり中断されたりといった野球好きのおじさん以外にとっては健能なコンテンツだったのぜ。ビジネスにおける稼ぎ方も違ってて、昔は新聞社はアホみたいに儲けていたらしいから圧倒的な資金力を武器に巨人はいい感じの強さを誇っていたらしいけど今はデータサイエンティストを理解してそれらを使えたりそれらのリソースを持っているソフトバンクが強強らしいよ。その辺は映画マネーボールを見るとなんとなく統計が屈指したやつが世界を制するっていうのが示唆されているのぜ。ちなみにうちらおまんじゅうは野球とかから基地で興味ない無機物だから話半分で。そんな感じで巨人鬼杖って時代に巨人大好きの殉教者である不老者のおっさんを基地じゃに持つ主人公の星ヒューマを教育ママゴンみたいな基地じゃが魔改造しまくって、巨人に入団させるというシナリオ。ここからネタバレ。この漫画はクソ激烈に息の長いシナリオで、序盤はクソ強だと思われる高校に入学させて、そこで柔道部の番地でホモを女房にするというパワプロのサクセスストーリーみたいな内容で、そこで怒りとかアバタとか葵ちゃんとかそんな感じのキャラが出てきて、甲子園優勝を目指すって漫画。巨人に入団した後は主に大リーグボールっていう分裂したり消えたりする魔球を開発する矢印魔球の脆弱性を見破られて攻略される矢印新しい魔球を開発する。という一連の流れを人気に陰りが出るまでするシナリオだね。これぞ王道を行く昔のスポコン漫画って感じでこの漫画読めば昭和に流行した漫画ってこんな感じなんだということがなんとなくわかるし、令和世代が読んでも十分面白い漫画だと思えるよ。ぶっちゃけ野球の矢の字も知らないおまんじゅうたちが読んでもなんとなく野球ってこんな感じだってふんわり伝わるし、そもそも野球を知らなくても楽しめるエンタメ作品になっているのぜ。